ガンバの冒険だよね。1975年実は、えー、70年代の、ね、197456年っていうのはものすごいアニメが続出した時代だったんだけども出崎修さんのですね監督の作品ですアクションと思想性がやっぱねすごいなと思ったんだよねまああの初め人間ギャートルズを選ぼうかと思ったんだけどもやっぱガンバの冒険にしました徹底的にストーリー自体はね何やしなんだよ通俗なんだよ言っちゃえば寅さんみたいなもんで悪いやつは悪い いいやつはいい。で、悪か善かになりきれない中途半端なやつがちょっと人情的なことをされてなんかあのいいやつになったりするっていうねストーリー自体説明しちゃったりガンバの冒険ってどんな話かって言ったらものすごいねみんなあそんな話よくあるよくある知ってる知ってるって言うんだけど本当に見ないとわからない。なんでかっていうとガンバの冒険っていうのは絵の作り方そのレイアウトの仕方とかに思想性が出てるんだよね。あのストーリーで思想を語るんじゃなくて 絵で思想を語ってる。空がこういうふうな色に見えている。動きがネズミたちにとってこういうふうに見えているというふうなところで演出されてるし、その思想性が出てるから、本当になかなか見てもらうまで面白さがわからない。で、なぜその最後に出てくるというか最強の悪役だよね。ラスボスの呪いっていう白いイタチっていうのがネズミを殺すのかっていうのには、全くね、その番組内で語られない。意味もなく原因もない。トラウマみたいなものもない。 じゃあ意味もなくゲームもなくトラウマみたいなものもないのかっていうと最近のサイコホラーみたいなものによくある悪意だけを持ったなんかモンスターみたいなやつって出てくるじゃんそうなのかというとそれですらないんだ普通悪意みたいなモンスターみたいなのを描く時っていうのは作る人間もなんかそれなりにちょっと気合いが入っちゃってるもんだからやっぱりねそこにバックストーリーみたいなものとかあとそれによって滅ぼされたものたちとかそういうの入れちゃうんだけど呪い全くない。 単なる本当に破壊の象徴として出てくるんだよね。で、この絶対性っていうのを、なんとか作者が自分なりに取り入れて再現しようとしたのが、あの、潮と虎っていう漫画に出てくる白面のものっていうラストのその怪物みたいなやつなんだ。でも、その白面のものだよな、白面のものすら、やっぱり呪いに比べれば語っちゃってるんだよね。なんでそんな悪いやつになってるのかっていうのを、 やっぱその漫画家の人の良さで <laughs> ついつい語っちゃってるんだけど、出崎さんはそれを何とも説明のしようがない。本当に悪として書いたと。特にお話の中で仲間とかさ、裏切りとかさ、あと弱者と強者とか、いろんなものは扱うんだけども、そういうのを利用してネズミたちを殺す呪いに一切のロジックを持たせてない。いわゆる理由とか論理性を持たせてないと。で最後は、呪いたちいたちのグループは仲間割れも起こ,起こさず。すごいよね。 あの、最後、生き残るためにネズミが全力で戦って、イタチたちがそれに対抗して、その上のラスボス呪いがいるんだけども、ラスとそのイタチたちは、一切仲間割れも起こさず、内部崩壊も起こさず、ネズミたちに襲われて、一匹一匹倒れていくっていうのを、 テレビアニメでやりきるこの凄さだよね。あの、こんなね、最後を迎えた悪役っていうのは後にも先にも呪いだけなんだよ。白いたち呪いを見たっていう回があるんだけどさ、それでようやっと月の夜っていうか、あの、曇りの夜なんだけど、呪いがようやっと見て、あれが呪いかって言った瞬間に、 雲の間から月の光が差して、呪いの銀色の毛がブワーッと逆立って、初めてガンバーたちがそれを見て、で、赤く光る目と口の中の赤い色と、で、口から出る息の白さみたいなもんで、全部のネズミたちの背中がズーッとなって、その場から動けなくなるってシーンがあるんだけどさ、本当にこんな感じでやるんだよ。これ、子供たちにこんな怖いもん見せていいのっていうアニメなのでですね。 アニメのの何が面白いのか。シンプルにして本質的な質問だガンバの冒険を見てるとやっぱアニメには何かあると感じるなでマクロス・フロンティアを見たらやっぱアニメには何もないんじゃないかというふうに思うな <laughs> なんかそういう実例を持って今自分がどういうふうに感じてるかの,かの切断面しかこう言えないんだよなアニメの何が面白いのとかアニメの何がいいんだろうって言ったら やっぱ自分が好きなアニメをやったりここでじゃあ今から俺の好きなアニメを見ろとかって言ってまず君たちガンバの冒険の第1や第2は通してみようよ次にザクリとの狐との苦しい戦いの回をまず見ようよで呪いが出てきた時の回を今から俺と1時間ちょっとバッチリ見てみようよっていうふうに言ってそれで伝わらなかったらうん君は友ではないみたいな, <laughs> <laughs> なんかそういう。 教え方、語り方しかできないもんではあるんだけどな。で、それでいいと思うんだよな。なんか、だから素晴らしいんだとか、こういう思想が入ってるから、素晴らしいんだって言うんじゃなくて。どれぐらい、なんか頼むから見てくれよとか。真剣に言えるかどうかが、やっぱアニメを愛する心というか、こう。馬小屋仲間じゃないかというふうに思うんだけどね。子供の頃の刷り込みではないかな。子供の頃の刷り込みっていうかさ、さそういう仕組み的なことを言い出したら。 民主主義だってそうだし男女同権にしてもそうだし恋愛だってそうじゃない何で恋愛しなきゃいけないのかとか全部同じになっちゃうからそのフレームまで広げてしまったらそろそろ議論としての有効性っていうのが保持できなくなるからちょっとそれはフレーム広げすぎだと思うな。今年10月に公開予定の「ガンバ 3D」をどう思いますか「ドラえもん 3D」が当たって調子こいでんじゃねえのと思うという思いが拭えません。 「ガンバの冒険」っていうです、ねまああのまあ、アニメの中では名作の俺の一番こう好きなのがあるんですけどもその 3D をどう思いますかっていや面白くなさそうなんですけどあの原作に忠実だって書いてるんですけどもガンバの原作とアニメってちょっと悩ましい関係ですよね。あの原作はすごく面白いんですよ僕も読んだことあるんですけどすごい面白いんですけどもやっぱ僕はあの出先版のテレビアニメのガンバがあまりに好きすぎて 先にアニメの方を見ちゃったんですね。だから原作の方が、まあ、原作のどっちが好きなのかというと僕はやっぱアニメの方になっちゃうんで,で今度の「ガンバ 3D」の売りは初めて原作に忠実なガンバが映像化されたっていうやつなんですけどもうん、まあ、原作に忠実と言われてもだから今言ったような理由であまり楽しみにはならないっていうのとあと「ガンバ 3D」「3D アニメもういいよ」っていうだからそういう気持ちがありますね。あの <laughs> すいませんこう。普通の感想で。 ガンンバのの冒険と、未来少年コナンのです、ね、一気見はです、ね、これはもうオタクにとって絶対だと思ってますし「まあ、機動戦士ガンダム」の一曲もそうなんですけど「コナンガンバガンダムか」かこの3つの「一気見」はぜひと皆さんお,お,お願いします。じゃあ他のはいいのか「えー、宇宙戦艦ヤマト」の「一気見」はいいのかとかです、ね「エヴァ」の「一気見」はいいのかって別にいりません。この3つこののつ、作品だけが、 日本のアニメの歴史上1話から最終話まで綺麗に線が引かれてるアニメだと僕は思うので,です、ね、この作,作品だけは絶対に見てくださいコナンとガンバとあと何だ「鬼怒チガン」ダム。他のやつはですねかなり出来がいいんですけどもまあ全部見ろというほど必須ではないんですねだからその国宝とすごくいいものの差みたいなもんだと思ってですねよろしくお願いします。 Happy birthday to me.Happy birthday to me.Happy birthday dear 岡田斗司夫 .Happy birthday to me.